平野紫仕様、ルイ・ビートンのランウェイで輝く、ファンからの熱狂的な賞賛。ナンバー・アイのメンバーで、とべ所属の平野仕様が、香港で開催されたファレル・ウィリアムスによる2024プレフォールメンズ、ファッションショーに登場し、その魅力的なスーツで観客を魅了しました。日本中のファンが、彼のランウェイでの活躍を期待しており、その期待に応える形となりました。 彼のファッションへの熱い情熱が、ソーシャルメディア上で瞬く間に広がり、トレンド入りするほどの反響を呼び起こしました。平野の仕様のファッションショー登場。11月30日期、香港で行われたファレル、ウィリアムスのファッションショーに登場した平野の仕様。彼は緑のスーツを着こなし、そのスタイリッシュで洗練されたルックスでファッション愛好者たちを虜にしました。 彼の登場によって会場は一層の華やかさを増し、日本のアイドルが国境を越えて注目を集める一瞬となりました。ファンからの熱狂的な指示、平野のランウェイでの活躍に対してファンたちは興奮を抑えきれず、SNS 上で数々のコメントや賞賛の言葉を投稿しました。 彼のファッションセンスとランウェイでのパフォーマンスに感動したファンたちからは、日本の誇りだわ、といった言葉が相次いでいます。その瞬間、平野は、単なるアーティストではなく、国を代表するファッションアイコンとしての地位を確立しました。平野のコメント。平野仕様は、自身のインスタグラムを通じて、パレル、ウィリアムスのファッションショーについてコメントしました。 彼は会場の装飾、登場したルック、そして最後の上空の演出まで瞬きを忘れてしまうくらい素敵なショーでした。音楽とファッションが完璧にマッチしていて、その相乗効果に感動。どのルックも好みのものばかりでした。ファレル、ウィリアムスが生み出す新しいコレクションを見ることができ、魅了されました。と述べ、自身がショーに参加した感動を分かち合いました。 ファッションショーの影響。平野紫耀がファレル、ウィリアムスのファッションショーに登場したことで、ソーシャルメディア上では瞬く間に話題が広がりました。特に X、旧ツイッターでは、ファッションショーが開催されると同時に、平野紫耀や紫耀くんなどが多数トレンド入りし、世界中のファッション愛好者たちの注目を集めました。 これは日本のアーティストが世界的な舞台で活躍することが国内外で高く評価されている証と言えるでしょう。ファッションと音楽の融合。平野がコメントで触れたように、ファレル・ウィリアムスのファッションショーでは音楽とファッションが見事にマッチしていました。この融合がショー全体の雰囲気を一層引き立て、観客たちを魅了しました。 音楽がファッションと一体となり、ファッションショーが単なる服の披露だけでなく、芸術的で感動的なエンターテインメントとなった瞬間です。平野のようなアーティストが、その場にふさわしいパフォーマンスを披露することで、ファッションイベントはより一層充実したものとなりました。ソーシャルメディアでの反応。 平野のランウェイでの活躍に対するファンの反応は、主にソーシャルメディアを中心に広がりました。彼のインスタグラムには、ショーの様子や彼のファッションに対する賞賛のコメントが殺到しました。ツイッターでは、トレンド入りするほどの盛り上がりを見せ、世界中のファンが一堂に彼を賞賛しました。 これは単なるファッションショー出演だけでなく、日本のアーティストが国際的な舞台で注目されている光景を示しています。平野紫仕様のルイ・ビートンのファッションショー登場は、ファンにとって待ちに待った瞬間であり、その期待を裏切ることなく、世界的な注目を浴びました。彼のファッションセンスとパフォーマンスは、単なるアーティストではなく、日本の誇りとして世界にアピールしています。 ファレル、ウィリアムスのファッションショーでの感動的な経験を通じて、平野が示すように、ファッションと音楽が融合する瞬間が、ファッションイベントに新たな魅力を加えることを証明しました。ソーシャルメディア上での反響も大きく、彼の存在が世界中で注目を集める一員となりました。 平野の仕様は日本のエンターテインメント業界においてますます重要な存在となりつつあります。